ジョー馬4号は中国の月探査機。ランダーと月面ローバー、玉と2号を搭載し、乗馬計画第2段階の一部として2018年12月8日に打ち上げられた。2016年1月に国家国防科技工業局によって計画の概要が公開された。それによると2018年の打ち上げを目指し、 ジョー4号と玉と2号を月の裏側に軟着陸させるほか、地球月ラグランジュ点に中継衛星を配置するとされた。中継衛星は、カササギ橋と名付けられ、ジョー4号に先駆ける形で、同年5月20日に打ち上げられ、世界初の地球月ラグランジュエ L2 を周回する通信衛星となった。2019年1月3日、ジョー4号は月の裏側、 統計177.6度、南易45.5度に着地、計画の第一段階は成功し、史上初の月の裏側への着陸となった。アメリカ合衆国のアポロ計画において、月の裏側への着陸が行われなかったのは、月そのものが障害となって、地球との間での電波通信が困難になるからで、あるが、上下4号は前日の中継通信に衛星、か先さぎ橋を用いることで、 電波通信の問題を解決している。2019年1月21日、アメリカの NASA はジョーガ4号の着陸を観測するために衛星で収集した情報の共有などの協力を中国国家公典局と行ったことを発表した。また、ドイツ、スウェーデン、オランダ、ロシア、欧州宇宙機関、アルゼンチン、サウジアラビアもジョーガ4号の任務に貢献したとされる。号のミッションには 公募が行われ、例えばいくつかの植物や植物のため、見栄えの卵やイースト菌といった生物が搭載された。地球の生態系が周回軌道上の人工天体ではなく他の天体に運び込まれたのは例がなく、少なくとも月の裏側で植物の栽培が成功したのは史上初である。綿花の種子は発芽に成功したものの月の夜間は マイナス52度にも達するため生命の保持は容易ではなく将来的な月面基地ではヒーターが必要になると考えられている。ありがとうございます。